全国共通図書カード全国共通図書券とは日本図書普及株式会社が発行していた書籍と引き換えられる有価証券である通称図書カード本校では1990年12月から2016年5月まで発行されていた全国共通図書カード2016年6月から発行されている図書カード NEXT についても記述する 日本において、金券の中では最も知名度、普及度が高いものの一つである。小学のお礼をするときや、子供へのプレゼントなどに非常によく使われている。例えば、進学祝いなどの際に贈答に利用される。また、雑誌等の検証や隠しクイズの商品として、用いられることも多い。副賞として、賞金を贈呈するコンクールで、未成年者や、 高校生以下の場合などに、現金ではなく同額の図書券でプレゼントすることもあった。一時期は献血の謝礼として、図書券を提供する献血ルームもあったが、換金性の高いものを提供するのは、いわゆる売血行為に相当し、好ましくないとして、現在は提供されていない。2005年に図書券は販売終了し、図書カードに全面移行した。 また、2016年に、直期式の図書カードは発行終了し、図書カードネクストに移行したため、本校では、図書券と、図書カードと、図書カードネクストに分けて説明する。2016年6月より発行が開始された、現行のプリペイドカード。従来の直期式の図書カードと異なり、素材が紙になり、パンチ穴がなくなった。カード裏面に印字された QR コードを書店設置の、 専用端末で読み取り、残高をデータセンターのサーバーで管理する方式を採用している。また、利用者はパソコンやスマートフォンにカード裏面の番号を記入することで、残高や利用履歴を確認することができる。これまでの図書券や図書カードと異なり、10年間の有効期限が設けられており、有効期限はカード裏面に印刷されている。 ここでは図書を購入するためのプリペイドカードの図書カードについて書かれています。図書館の利用者カードや本の後ろの別名、貸し出しカード、カード型の図書目録とは違います。1990年12月より発行が開始された。プリペイドカードになって釣り線の処理が不要なため従来の図書券に代わって主流となった。この名称は 日本図書普及株式会社の登録商標である。大きさは8 6 5 4ト、mm、ルで、上部に残額の目安の指標が印刷されており、パンチ穴が開けられる。通称、図書カード。2016年5月に発行終了し、上記の図書カードネクストの発行が始まった。多くの書店で利用可能だが、個人経営の書店などでは利用できない店もある。また、 コンビニエンスストアやアマゾン .co.jp でも利用できない。注文制作向けでない500円券は、山陰地区、東北地区、中国地区、四国地区は、図書券販売終了時から、その他の地域では2005年夏頃より発売している。また、オリジナルの図書カードを制作する際、上記の額面以外にも200円9999円の、 間で自由に設定が可能で、実際に就営者、モアのアンケート謝礼用560円券といったものが存在している。図書、雑誌の販売促進を目的として、1960年に発行が開始された。1990年からは、時期カード方式の図書カードが発行開始され、その後、図書カードの読み取り端末が書店レジに普及したため、 2005年10月1日をもって書店での図書券の販売は終了した。有効期限は定められておらず、また2017年1月時点では文具券などのような利用停止や払い戻しの措置をしていないため、手持ちの図書券は初期のものを含めて引き続き使用できる。初期のものは20円券の50枚綴りなどのようなかつてのバスの回数券に似た。 小学券の複数綴りであったが、1976年12月以降は100円券と500円券の1枚券となり、販売終了時点では500円券のみが発行されていた。加盟店であれば、どこでも使え、日本のほとんどの書店が加盟店となっていた。図書カードが新しく、図書カードネクストへ加盟書店で2016年6月より発行開始。 図書カードネクスト六月から QR コード付き、残額はサーバで管理図書カードが新しく、図書カードネクストへ、加盟書店で二千十六年六月より発行開始。なお、オリジナルの図書カードネクストにおいては、従来通り P e t 素材のものになる。釣り線分をごまかそうという悪意に基づくものと、書店での図書券の使用は、書籍類の購入に限定され単純な換金は、 できないという規定を誤解しているものがあるが、特に前者は詐欺罪に該当する可能性が高い。ありがとうございます。